ッスルが見えます。いろいろ話を聞けたので、こういう乗り物のトラブル、スピードパスあった方がめちゃくちゃ。到着しました。 Be our guest。到着しました。 Be our guest、 美女と野獣のレストランです。ここで今からランチを食べます。でこのレストランは事前に予約制になっているので、必ずアプリから予約をして来てください。でも意外と空いてるので、直前で予約しても大丈夫だと思います。では行ってきます。 OK、素敵。めちゃくちゃ美女と野獣のダンスパーティーって感じ。おー。We're going to go with the assorted meats. So actually, I was telling you it's a trio, so you actually will both get all three that are listed on top. こちらはチーズの甘ガイド。あとパンもついてますか。オニオンスープです。めっちゃ美味しそう。日本人向けの量じゃないと思いました。完全にアメリカンサイズなんで、一緒にシェアすることをお勧めします。今美女と野獣のところでご飯食べ終わりました。なんかめちゃくちゃ値段高かったです。なんかコース料理頼んだから1人65ドルとかで、2人132ドルもしました。はい、続いてはリトルマーメイドに乗ります。こちらをここにタッチできます。めちゃくちゃいい天気。そう、今からビッグサンダー乗ります。なんか運よく2時から のスピードパスが取れたので、はい、なんか急にこういうことないらしいんですけど、急に2時から3時の枠が空いたんですよね。でも取った瞬間5時になっちゃって、ゲートで確認したら今回は通っていいよっていうことだったので、まあ、こういうことがあったら話してみるのもいいと思います。
ぎるのでここで、セーブドアイスを買います。アメリカはレモネードの味が多いです。私は、ローズ&レモネードカップをオーダーしました。ミッツメイドのレモネードとストロベリーです。カリブの海賊に乗ろうと思ったら急遽システムエラーで乗れなくなったのでホンテッドマンションに来ました。これからホンテッドマンションに乗ります。ホーンテッドマンション乗り終わってお水を買います。ちょっとめちゃくちゃ喉が渇いたので、お水は1本 3.53 ドル50セントです。で、このお店でお水を買ってからファストパス別で購入してた、7人の小人に乗りたいと思います。これがめちゃくちゃ混んでるやつで一番人気の乗り物です。これはスピードパスでは予約できないやつなので別で1人14ドルで購入しないといけないパスになってます。まあ、長い列に並ぶかその乗り物だけに乗るチケットを購入するかっていう感じで選べます。今食べてたアイスのお店なんですけどセブンドワーフっていうソフトクリームが売ってて昨日から新しいフレーバーが始まったらしいんですね。で今は青と緑 のアイスなんですけどコーンのカラーを選べるらしいです。なんか日本だとコーンのカラーってなかなか選ばないと思うんですけどここでは今青と緑のコーンが選べるらしいです。ということで食べ終わったので七人の小人の時間になったので行ってきます。今スタンバイは80分になってます。でもライトニングレーンのパスを持ってるのでそのまま並ばずに、行けると思います。では行ってきます。今、セブンドワーフ乗り終わりました。めちゃくちゃ楽しかったです。一番私のお気に入りの乗り物です。マジックキングダムの中で
なんで、ここに一番最初に来ることをお勧めします。それかファストパス、有料なんですけど、それを取ってもらうことをお勧めします。で、ですね、ゲストエクスペリエンスチームっていう場所が、こういう感じでここに、あるんですけど、このちょうどサーカスみたいな場所の前にですね、でここでアプリで何かトラブルとか、なんかちょっと問題とか、キャンセルしたいとか、間違って予約しちゃったとかっていうのがあった時に、ここに来ればいろいろ手続きの方をやってくれます。自分でできない操作とかを頼めば手伝ってくれる場所になってます。なんで、もしアプリで何か問題とかがあったら、ここに来て相談してみてください。で、私たちの問題はルームキーと一緒になってる、マジックパンドみたいなのと同じ機能の、カードなんですけど、こうファストパスするとき、ゲートをくぐるときにカードをかざすんですけど、それを携帯で読み込める機能があるんですね。だから日本のスイカみたいな感じで、 iPhone はそれがスムーズにできるんですけど、なぜか Android の、携帯だけがうまくタップしてもなんかアクセスできない状況になってて、それを今どうしたらスムーズにできるかっていうのを相談しに来てます。なんで iPhone の人は多分問題ないと思うんですけど、 Android 使ってる人とかは問題発生するかもしれないので、今お姉さんに直してもらってます。なんかバーコードは表示されるんですけど、タップすると反応しないっていう問題なんですよね。携帯のその会社によって違うと思うんですけど、 iPhone だったら普通に Suica と同じ感じだけど、 Android は Google Pay っていうアプリを使うみたいです。それがうまくいかないので、なんかやり方があるのかな。もし何か困ったことがあったら、アプリのことだけじゃなくて、割と何でも話を相談聞いてもらえるみたいなので、とりあえず何か起きたらゲストエクスペリエンスチームのところに来てみてください。助けになってくれると思います。こんな感じで日本と違ってお店の中にチャージできる場所があります。しかも無料でできるので、携帯もカメラも今こんな感じでチャージしてます。では今からショップに行ってきます。今一通り乗り物とか乗ったので、お土産屋さんに向かいます。これが私が買い直したカチューシャです。で、こちらが私が買ったやつなんですけど、こうやってこうカチューシャを伸ばすと、ここのグルーが取れちゃったんですね。なので、こっち可愛かったんですけど、これじゃなくてこっちの50周年のやつに変えました。ここにちゃんと50周年のステッチが入ってるやつが欲しかったんで、あと他にはここにもあるんですけど、これも50周年で可愛いんですけど、ちょっとシンプルでつまんないかなと思ったので、あっちにしました。あとはこういう感じの50周年だったり、これは50周年のタンブラーですね、すごい。あとはこういうパーカーだったりとか、こういうリュックだったりとか、あとこれもまた違う50周年のやつですね。50周年のピザ文字が入ってます。50周年のバッグですね。 YouTube で誰か購入してみました。すごいミニサイズで使いやすいと思うので、これ結構使えるんじゃないかなって思いました。これもすごいキラキラですね。可愛いけど使い道がディズニーでしかなさそう。アメリカのディズニー、そういう感じでピンバッジが人気なんですよね。種類がすごいいっぱいあります。マジックバンドです。可愛い。もうマジックバンドは昔、コロナ前までは無料で配布してたんですけど、もうコロナ明けは有料になっちゃったので、こういう感じで購入する形になります。もちろんネットでも購入できるんですけど、種類を選びたかったら、こうやってお店で売ってるものを購入する方がいいと思うんですけど、ネットだと種類が限られてるんですね。でも事前に購入すると割引になるので、ちょっと安く購入できます。コラボしてる
マジックキングダムの限定のカップです。 22.9 ドルですね。こちらはスターバックスとコラボした50周年のタンブラーですね。でもこれプラスチックかな。これも 29.99 ドル。こういう感じの中がステンレスになってるので全然保温して使えそうです。かわいい、買おうかな。これもかわいい、スタバとミッキーのコラボ。もし50周年の、商品を買いたいとかお土産とかたくさん売ってるのはここのお店です。なんでこう入り口入ってきてすぐ左手にここのお店があるので、何かお土産が欲しいなと思ったらここに来てみてください。でここのお店で、耳を変えましたっていうのもお店の人に言って交換してもらいました。日本だったら購入したら返品交換不可だと思うんですけど、アメリカはまあこういうことがレシートがあればできるので、まあ、ここのタグとか私切っちゃったんですけど、簡単に壊れちゃった不良品だったので、ここの部分がちゃんと縫ってあるやつに交換しました。なんで、まあ、もうこういうことがもしディズニーに来てあったら相談、レシートちゃんと取っておいてお店の人に相談してみてください。ここで夜ご飯を食べます。そう、今から食べるここのレストランが一番朝最初にお姉さんがおすすめしてたレストランになります。名前が、ちょっとここに載せとくんですけど、コロンビアなんとかっていうお店です。でメインはなんかフィッシュ系、フィッシュとかクラムチャウダーとかそういう感じです。なんでまたメニュー紹介します。クラムチャウダーと、フィッシュ&チップスをオーダーしました。すごい大きい。で、これがスラッシーっていう飲み物です。なんかフローズンみたい。ではいただきます。はい、ということで今ご飯食べ終わってここの、後ろの前に来ました。今から1時間後に花火のショーが始まるのでここで1時間待ちたいと思います。もうすでにすごい人です。Hi guys, make sure we keep on moving for these walkways for us, guys. All the way through, down, all the way around for us, please. We just cannot clog these walkways, guys. Let's move through for us, please. Thank you, guys. We have to be in front of those safe lines if you want to stay in front of us. Welcome to the front. Once again, guys, everyone's got to be all the way in. All the way in. And celebrate! Place on Earth. Thank you.
ニーリゾート2日目デイ2いかがでしたでしょうか。今日は朝早く8時から9時もう10時ですね、10時までディズニーをお届けしたんですけれども、こんな感じであと3日回りたいと思います。今日1日回ってやっぱりここのあのパーク他のディズニーランドと一緒なんですけど、でもやっぱりあの最後のショーは9時10分から9時20分からでちょっと遅いんですけど、最後までぜひ残って見ていただけたらと思います。ではこんな感じでこの動画は締めたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました、この動画がいいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ファストパスの特典で、一緒に渡してくれる今日の頼み物で一番良かったかもしれない。